マーク・ヒウィンズは1960年代のイングランドにおけるプログレッシブロックミュージシャンのグループであるカンタベリー・シーントのつながりで知られる英国のジャズギタリストである。ヒウィンズのギタリストのプロとしてのキャリアは1970年にスティーブ・トゥザーやリードシンガーのデイブ・ベルと共にロンドンのバンドマザー・サンで始まった。初期の仕事にはダンスオーケストラの A。 ルタ・コンティヌアへの参加が含まれていた。ヒウィンズは、エルトン・リントの複数のプロジェクトを含む、様々なカンタベリー・ロックのミュージシャンに幅広く、協力してきた。彼は、デーブ・シンクレアのアルバム、ムーン、オーバーマンで演奏し、ポライト・ホースでも彼と一緒に演奏した。リチャード・シンクレアと共にゴーイング・ゴーイングキャラバン・オブ・ドリームスに在籍した。ヒウィンズは、 ソフトヒープの後期のラインナップで演奏し、その模様はアルバム A ベリタブルセントアで聴くことができる。1999年にはゴングのメンバーとなった。ヒウィンズはまたダークホースやマッシュを含むヒューホッパーの活動に広範囲にわたって協力している。ヒウィンズはマッシュのパーカッショニストであるシーマール・マトラとキャロル・クライムストのデュオやトリオなどを含む他のプロジェクトにも取り組んだ。 彼はデニス・ゴンザレスやアンドリュー・シリルと米国でジャンゴ・ベーツとバンドリサーチにてヨーロッパでコラボレートしている。ヒウィンズの最初のソロアルバムはザ・エレクトリック・ギターであった。彼はルー・リードのいくつかのツアーでギターテックを担当した。ビッグバンドの FF、ダンスバンドのトライトニック、そしてミュージック・ドクターズといったグループを彼は率いている。 ジュリー・フェリックス、ビルブル・フォード、フレッド・フリス、ジョーリー・ウィルソン、トゥ・ドゥプ・クワナ、ジョン・スティーブンス、マーヴィン・アフリカ、アンソニー・アイエロとも共演した。また、映画やテレビのコマーシャル用の音楽も書いている。ありがとうございます。